従来のシステムでは信号を受信した順にサーボを動かしていました。そうすると、タイムラグが発生して、例えばスワッシュの動きやエルロンの動きっていうのが正確には、再現されていなかった。ですけど DMSS システムでは電波を受信してその信号を同時に出すことに成功しました。そうすることで、スワッシュの正確な動きですとかエルロンの正確な動きっていうのが実現することができるようになってます。システムがその今は DMSJ というものから DMSS というものに変わって、うん、初めてその触った感じとしましては、ピッチを上下3つのサーボでこう上下させた時にエルロンエレベーターの干渉が非常にゆっくり動かしたり速く動かしたりした時でも非常にその3つのサーボが正確に同時に動いてるなっていうようなことは目で見ても感じられたので、正確には動いてる中でもなんかちょっと違ったその正確性があるというか、飛ばすのが楽しみでしたね。 2.4GHz のシステムというのはスペクトラム拡散技術を使うことで、同時に、たくさんの電波が出ても、使うことができるようになっています。実際にはあまりにもたくさんの送信機から電波が出てしまうと電波同士がぶつかり合って、それが通信速度に影響を与えてしまうんですね。で、DMSS のシステムはその点に注目して、まず電波同士がぶつからないような、チャンネルのホッキングパターンっていうのを、実現しています。 DMSS では電波がぶつかりにくくなりました。結果的にレスポンスを維持したまま安全性を高めることに成功しました。通信システムのレスポンスっていうのはパイロットの人がスティックを操作して、その信号が電波に乗って受信機で受信されて、サーボを動かして実際の機体が反応する、その一連の流れで、そのタイミングが早ければレスポンスが早いと感じるし、そのタイミングが遅い、そうなるとレスポンスが悪いなと感じます。DMSS システムでは、そのレスポンスを向上させるためにあらゆる機上での、計算を行いました。実際にはフライヤーに、一番いいだろうというレスポンスのシステムを試してもらったんですけれど、最初はレスポンスが悪いという反応が返ってきました。機上の計算だけではなくて、パイロットがこれだったらレスポンスがいいというふうに感じるような、パラメータが分かってきて、多くの時間を費やして DMSS システムの実現を、目指して取り組んできました。最終的に、DMSS システムは、非常にレスポンスの良い、通信システムになったと思っています。 X3C のセッティングをしたヘリと、まあ、3D を設定したヘリ、一応2種類で試してみて、 3D ですと素早くスティック操作っていうのが求められる世界なので、そこに対して素早く打った舵が本当にその舵だけ動いてるっていうような、ダウンフリップをしたりとか、いわゆるピレットフリップですか、そういうものをした時なんかでも間違った方向に打てば間違った方向に行ってしまう、ちゃんと打てばちゃんと行くっていうような一体感が持てるというか、本当にヘリと近くなれたというか、すごい感じましたね。この F3C に関してはやはりもちろん速さもそうですけど、正確性っていうのがやっぱり一番要求されるところじゃないのかなと思います。ホバリングして交代飛行に移ったりとかする場合に、ちょっとやっぱそこでエレベーターを引いた際とかも重みを感じるような、意思通りに空気をつかめてるっていう、その手応えがあったんで、今までとはちょっと違うなというような印象は受けました。今回のシステムにテレメトリーシステムというようなものが入っておりまして、まあ、双方向の通信ができるということで、機体側に、まあ、センサーを、まあ、設置しまして、まあ、ローターの回転数とかバッテリーの電圧計とか、あとは温度計ですね、そういうような情報がリアルタイムでそのプロポの方に返ってきますので、まあ、今何回転なんだろうとか、アンプの温度はどのぐらい上がったんだろうとか、そういうような判断が今まではその見えなかった部分がすぐプロポの方で見えるんで、安心感も出てますし、また新たな発見っていうのも出てきて、やはり飛ばしてては非常に楽しめるんじゃないのかなと思いますね。 DMSS のシステムの、開発を始めた頃、この頃は実際には双方向通信機能の話はなかったんですね。飛んでる機体から、いろんなデータがリアルタイムに手元で確認できるととても面白いと思いました。
回転数や温度、高度、気圧、いろんなデータがありますけど、それらを、受信機にセンサーを接続するだけで、手元で確認できればこんなに面白いものはないと思って開発を始めたんです。フライヤーと一緒にテストしたんですけど、ヘリコプターで回転が手元で分かった、これすごい便利ですねっていうふうに言われた時はすごく嬉しかったですね。 DMSS システムは、私たち JR 社員が一丸となって作ったシステムです。自信を持ってお勧めできるシステムになってますので、ぜひ皆さん使ってください。